ずっと面白いのがオーマイグッドネスが聞こえておりますが、ただいま戻りました。はい、次のタイトルが、ビジルザロンゲストナイト 20% オールドパッチということで、こちら PC 版ですね。解説の方来ていただいております。伊達さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。これからビジルザロンゲストナイトの、スピードランの解説の方を進めさせていただきます。伊達と申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。すみません、ちょっとこちらに来ていただくのを遅れまして、来ていただいてありがとうございます。あ、とんでもないです。早速ちょっとゲームの簡単な説明からさせていただいてもよろしいですか、ね、はい、ぜひ聞かせてください。お願いします。はい、まあ、基本的にこのビジルザロンゲストナイトが発売されたのが去年の10月15日のゲームでして、先ほどのクラッシュの枠でもちょっとお話しいただいていたかなと思うんですけども、ソウルライクとメトロイドバニアが合体したようなゲームだというようなイメージでいただければなと思っていただければと思います。で、ソルト&サンクチュアリーの話が出てきたとは思うんですけども、実際公式の、開発者の方がソルト&サンクチュアリーと、あとはメトロイドバニア、いわゆる、そうですね、メトロイドバニアに影響を受けましたという発言をしているようなゲームでして、世界観はどちらかというとブラッドボーンに近いような、まあ、人体実験とかコズミックホラーがちょっとふんだんに含まれているようなゲームだったりするんですね。はい。はい。で、一応難易度はソウルライクということで高めに思ってしまうかもしれないんですけども、このゲーム珍しく難易度選択がありまして、イージーなどもありまして、初心者の方といいますか、まあ、ソウルライクというか高難易度ゲームが初めての方にもお勧めできるようなゲームとなっております。はい。はい。で、2D の横スクロールのアクションのゲームになりますので、そうですね。あとは特徴的なアートワーク、中国の戦士と呼ばれるような少し切り絵のような特徴的なアートワーク、美麗なアートワークですとか、まあそこら辺もちょっと見どころかなと思います。楽しみですね。はい。はい。今回ですね、奏者の方がハリケーンオブ87さんという方で、スピードラン .com にこの、ビジルザロンゲストナイトを走ってる方って登録が、4名いらっしゃるんですけども、その中でエニーパーセントっていうもの、エニーパーセントと、あとシスターパーセントというトゥルーエンドのエニーパーセントがあるんですけども、その両方で一応ワールドランク1位というような記録を持っていらっしゃる方です。はい、で今回20分というような予定時間なんですけど、13分ちょっとぐらいでおそらく走りが終わるんじゃないかなと、順調に進めばですよ、はいはい、すでに記録のあるものだと13分ちょっとで終わる予定なので、もしかしたら少し早めに終わるかもしれません。なるほど。で、はい、まあ、というのが全体的なゲームと奏者の方の概要になるんですけども、はい、ちょっとメインのグリッチの話だけお話させていただいてもいいですかね。はい、お願いします。はい、はい、今回メインで使うグリッチがおそらくダメージスワップというのが一つありまして、スワップ元の武器とスワップ先の武器、つまりスワップ先の武器のモーションのまんま、スワップ元の武器のダメージを乗せられるっていうような、グリッチがあります。これを利用するために今回オールドパッチというようなレギュレーションになっている。なるほど。ですね。はい。例えばなんですけども、こういうスタミナ消費が早い武器が4種類ありまして、ロングソード、はい、両手武器、あとはデュアルソード、弓っていうような武器の4種類があるんですけども、この中で攻撃速度が速いのが、デュアルブレード、いわゆる短剣2つなんですね。で、これに、実はその両手武器のハルバードのダメージを乗せることができて、すごいスピードでハルバードのダメージを叩き出すことができるというようなグリッチがあります。はい。で今回多分最初はロングソードのダメージを素手に乗せるっていう捨て頃プレイが前半の方はありまして、面白そうですね、はい。はい。後半の方はその両手武器のダメージをダガーに乗せるっていうようなグリッチになってくるかなというような、仕組みになってくると思います。で、楽しみです、うん。はい。っていうのが一つと、もう一つ画面の遷移グリッチというのがありまして、いわゆるキャッスルバニア系のスピードランではおなじみ壁抜けとかステージ飛ばしとか床抜けとかですね、そういうのもあります今回は、はいはいはい、近くなりましたらお伝えさせていただければと思います。ぜひとも、はい、ここからありますよって言っていただけるとワクワクしてね、そうですね、見られそうです、はい、
はい。あとは会話をしながらインベントリを開けたりとか、それを応用したまま、インベントリを保存して違う場所で火事を起こ、えっと、武器強化を行ってもらった、もらう、リモートワークグリッチみたいな感じですね。全く別のところで武器強化をするという。おそらくここら辺のグリッチですね。今回お話しさせていただいたグリッチがふんだんに使われるものになってくるんではないのかなと思っています。わかりました。はい。はい。そうですね。ウーバーカジアですね。はい。ウーバーカジアね。ウーバーカジアとか、ハカブサの件とか、なんか、楽しいのがいっぱい。はい。はい、来ましたね。おそらく今回なんですけど、タイマーがニューゲームで、イージー、難易度選択イージーしてからがスタートで、はい、そこはスタートですね。はい、タイマーストップが、ラスボスを倒した後に、扉を触ってって言いますか、ムービーが始まるところでタイマーストップになるような流れとなっております。はい、なるほど。こちら台湾のパブリッシャーさんのゲームでしたっけね。そうですね。いわゆる国内ではあちらの方の、ゲームになります。はい。あ、タイマーは始まってないですけど、ゲーム始まってますが、これは解説かな？グッドラックなんだ。あ、なるほど。ちょっと待ちましょうか。はい。おそらくもしかしたらグリッチの説明が、いや、グッドラックですね。タイマーが始まりましたね。ちょっとタイマーが遅れましたが、はい、はい、グッドラックです。グッドラックです。もうデモではありませんね。そうですね。今、早速、これ、移動は基本的にローリングでやっていて、早速、はい、最初のボスが来ます。で、おそらく、ダメージスワップもうやってると思いますね。お素手で、あ、今からですね。今からですね。今ちょっと、あ、素手のダメージが本当は10ぐらいなんです。10かそれより少ないんですけど、今46で飛ばして、これにロングソードのダメージが素手に乗ってるんですよ。もう4倍以上の。そうです。ね、はい。強っ。もうどんどんがっつり減ってる感じです。おっと、痛くなっちゃったかな。はい。ああ、そうですね。ちょっと、あ、でも全然リカバーはできるので、だいぶ早いです。おぉ、はい、強い。で、これちょっと特殊な世界観で、夜の明けない世界。で、あ、今、つけた指輪は、スタミナの回復速度を 15% 上げる指輪ですね。はい。はい。で、夜、ずっと夜の世界で、この女の子の主人公が、夜警といって、その、いわゆるハンターみたいな、職業なりわいにしている人です。で、ここはまず拠点となる、町ですね。マイヤの町までの橋を通っていくところになります。で、ここで、ちょっと今回のキーワード武器となる、湾曲探検を取ります。あ、はい。これが、いわゆる後々のダメージスワップで生きてくるものになります。はい。はい。で、全体的にゲームがフェーズ1と2っていうのがありまして、フェーズ1が今のやつなんですけども、うん、行方不明がめちゃくちゃ出てる村なんですよ。うんうんうん、で、妹がいまして、その行方不明の妹を探すっていうストーリーラインなんですけど、そこがですね、ちょっとこのゲームいろいろと SF も入って、あ、今、この会話しながらインベントリーをいじってます。これもグリッチです。はい。なるほど。はい。アップルサイダーを装備して、アップルサイダーを飲むとスタミナ回復が上がるので、ローリングした時のリカバーに使ってる感じですね。うんうん、はい。で、ここで会話して、さっきのでかい獣倒したよっていうと、両手武器のアイアンハルバードをもらえますので、これもダメージスワップ元のものになります。で、ここから飛び降ります。早速ちょっと以前スピードランに上げてこの人が上げてた動画とは違ってダガーをすでに仕込んでますね。前はもう素手で言っていたんですけども、はい。で、ここで弓買います。あ、はい。ちょっとチャートが変わってかもしれないです。はい、はい。で、この弓も後々スキルで取るんですけども、空中でパワーショットができるスキルがありまして、その反動で吹っ飛んでいくっていうような走り方をするので、それもちょっと見ものではあります。はいはい。あ、で、これは落ちますね。あ、落ちないか。このつあ失敗しましたね。お、ここ落ちるポイントなんです。悪いことした。あ、落ちましたね。悪いことしましたね。ああ
で、ここで壁の中にいるんですけど、ジャンプして左登ってぐるぐる回ると、ここでフェーズ、あ、はい、さらに落ちます。で、ここでフェーズ1の世界戦のラストステージに、落ちて落ちて落ちてたどり着きます。え？はい、ここもうボス1個ぐらい飛ばしちゃってるんですよ。はい、早っ。で、もうフェーズ1の世界の最後の方ですね。ちょっとクトゥルフ要素があるステージで、ここで、あ、ここで、そうですね、降りてって、スワップを今してないな。あ、ここで、そうですね、スワップを入れてるかな。多分これでハルバードのダメージがダガーになったはずです。入ったんですね、はい。はい。まずボス、古代の番人ですね。ここが、序盤のボス、フェーズ1のボスになります。おー、強いですね。そうですね。ダガーにやっぱりハルバード、ハルバードのダメージが乗ってるので。で、一回倒したと思うんですけど、復活するんです、これ。モード2ですね。はい、鎌モード。で、鎌がでかい。はい。これも、もうダメージが十分乗っているので、ダガーのダメージではないので、すでにもうこれは、もうがっつり体力が減ってるという話ですね。実はこの古代の番人が持っているクッキーも今回のランで少し、キーワードになってくるリーパーブレードっていう大釜が手に入るんですよ。はい。これも後々ちょっと特殊な両手武器ハルバードになるので、はい、後半の方で使っていくことになるかと思います。おパターンが悪いものを引いてしまったかもしれないですね、これは。はい。この破壊石に目がある状態だと雑魚敵が出てきて、もう本体にダメージが与えられないので。なるほど。時間がかかる。はい。もう少し。もう少しですね。はい。よしって感じ。おお、断ち切った。グラフィックいいですね。そうですね、エフェクトも結構かっこいいので、うん、を見るだけでも楽しめます。ああ、そうした応募説明を貼っていただいてますね。ありがとうございます。ありがとうございます、うん、でここで一旦フェーズ1のワールドが終わってしまって、はい、同じ世界なんですけど、はい、ちょっとずれた違う世界線に主人公が行ってしまうんです。おお。でさっきは行方不明者がいっぱいいる村で妹も行方不明だったんですけども、うんうん、今回飛ばしてますからなんてか知らないんですけど、なぜか病気が流行っていて妹もいるっていう世界線になっちゃった。へ、あ、そっか、 SF 要素がもう、はい、今出てますね。やりましたね。弓、はい、これがあのエアリアルパワーショットでこう早く動く技です。やりましたね。はい。ここからもうどんどん、いきますね。これでまるで重力がないかのように反応できますからね。なるほど。で前回は下の方通っていったんですけども、今回はもう上に障害物とかもないのでこのまままっすぐ、はい、ローリングとスライディングを駆使しながら進んでいきます。一旦ここの鍛冶屋の、このフクロウのランタン、いわゆるかがり火的なポジションですね、ダークソウルでいう。で、ここをつけておきます。で、ここをつけておくと、後々ラストダンジョンで一旦ここに戻ってくるんですけども、その時に必要になってくるんです、実はここが。はい。で、これ今話したのは妹ですね。なぜかいるっていう。はい。なるほど。さ、一つ前の世界線だといなかったのに、異世界転生したらなぜかいる、みたいな感じです。うんうん。で、このまま直進して、そうですね、おそらくこのマッ
が、から次の、マップへ画面遷移する際には普通に移動しますかね。これは普通に移動するな。はい。はい。いろいろと水没した街とか、鉱山とかダンジョンがあるんですけども、今回操作説明の方でコメントにも、書いていただいたように、かなり大幅に中和をスキップして、もうラストダンジョンで直行しようっていうようなルートになっています。はい。ここ落ちるポイントですね。はい、落ちていきます。おお、落ちました。で一旦この遷移した後にラストから3つ前ぐらいのダンジョンである水没した、エリアですね。地域に、浸水地区に行くんですけど、さらにここから落ちていって、下水道って呼ばれる一つ前のエリアですね、ラストから。に、もう一気に移動しちゃいます。早い。もう一気に移動します。で、ここもほとんど敵をスルーしてしまって、まあ弓でパワーショットをしながら移動して、で、ここでスライディンググリッチを使います。はい、スライディングしながらメニューをやると落ちます。ああ。で、このまま左にどんどん進んでいって、ロードが挟まると、実はもうラストダンジョンに行っちゃうっていうようなことなんです。長かったですね、ここまでね。はい、長苦しい戦いでした。長苦しい戦いでした。もうここまでキャッスルバニアリスペクトしなくていいんですけどね。影響を受けてると言っても、ここまで、はい、ね、影響を受けなくてもいいんですけど。これ闇の中を走ってますけど、このまま行ったらたどり着くんですか？そうですね。このまま行くと、あ、今左に行ってロードが入りましたね。はい。はい。で、ここが、ラストダンジョンです。おー。はい。まあ、ラストダンジョンというとちょっと語弊があるかもしれないですけども、ダンジョンらしいダンジョンはここがラストになりますね。はい。はい。ここをどんどん下に進んでいって、もうボスと戦っていくみたいな流れになります。はい。いろいろここら辺に出てくる敵は実は今までのステージに出てきた敵が盛りだくさんなんですけど、いいですね。飛ばしてしまうと何の感動もないという何も繋がってこないみたいな感じです。そこはもうご自身でプレイして、ね、そうですね、プレイしていただいていただければと。はい、はい、結構ここも普通にプレイすると難しい、うん、ダンジョンになってはくるんですけども、いやいや、ちょっと肉肉しい足を取られてしまう。そうですね、はい、あ、ここ落ちますね、はい、あ、落ちました、はい、か軽落ちをします、はい、はい、あ、ここで一旦セーブを挟みましたね。ちょっと安全策かもしれないです。なるほど。はい。はい。ああ、ウェポンスワップ今してますね。こう、うんうん、ウェポンスワップのやり方として、装備してる武器を、選んで、そう、置き換える、ダメージを置き換え先の武器をインベントリー内で U 字を描くように選択するとダメージがスワップされるっていうようなやり方なんですけど。なるほど。再現、はい。再現性は昔のパッチを当てれば、どなたでもできるものになります。おで、ここも落ちていきます。おぉ。ここはちょっと肉の床を通過して、下に。で、あとは大体に道のりになりますね。このルートを若干、今のこのハリケーンさんのルートと少し違うルートになってます。はい。で、ここで、あ、ここでスキル選択をしてますね。ここもちょっとグリッチは使っていて、スキル選択をした後に、はい、これで許可しますかみたいな画面を出さないグリッチがあって、閉じるボタンを押しながら選択するとそれが再現されるんですけど、そういう小技を今使ってました。で、
ここで、リモートカジアグリッチですね。システムからクイックロードの画面を出しながら話しかけて、購買する、いわゆるコンフィルムを押すと、ロードのコンフィルムと購買するコンフィルムが合わさって、この時点で、さっき、かがり火を焚いたラストステージに戻ってきてるんですけど、この状態で、カジアからアイテムを購入できて、ここでフォージができます。武器の強化が。あ、はい。ここでリモートワーク、はい。リモートワークしてます。で、指輪はちょっと今付け替えましたね。ダメージをちょっと上げる、指輪を。で、今、ハルバードプラス5のダメージがダガーに乗ってます。で、ここで、ドクターでかなりキーになる人物が出てくるんですけども、突然出てきたので、何を言ってるんだ、この人は、みたいな感じになります。はい。ストーリー。はい。宗教的なことをめちゃくちゃ言ってるぞと。ああ、これもう、かなりダメージが出てますね。ね、出てますね。はい、OK です。ここは強制会話に。はい、はい、でもうあと残るボスが2つになります。うん、はい、ここは、マットフェイルレイブン、ラスボスから1つ前のボスですね。はい、ここをひたすらダガーで殴るだけです。ハルバードのダメージが乗ったダガーで。うん、おっと、いや、まあこれは仕方ないです。ここは落ちてしまうステージなので。なるほど。はい、足元が不安定なステージなので、うちもやっぱ事故は起きるステージですね。はい、難しそうなとこだなと思いながら見てましたけど、飛ばされたら、はい、ダガーでダメージスワップをするのもいいんですけど、こうやっぱりどうしても射程が短いので、なるほど、リスキーになってしまうんですよね、少し当てるのが。うんうんうん、ただもう7割ぐらい減らしてますから、すごい。いければ。お、避けた。おー、いけましたね、今度は。素晴らしいです。で、いよいよラスボスになります。ラスボス戦ですね。おお、はい、いい雰囲気ですね。もう世界の終焉みたいな感じのテンションですけども、ここどうしてもタイムアップかスピードランの宿命なんですけども、なぜか、オブジェクトが壊れるとここにですね、妹が出てくるんですよね。ちゃんとストーリーが、妹だ。妹が神々しく光って。本当だ。あ、妹だ。ああ、妹が。おお。なんかちょっとどこそのドラッグだドラグーンみたいな感じで。あらー。あらー、ラスボスになって出てきちゃうっていう。悲しい物語でしょう。ねえ、まさか、そんなストーリーだったと。はい、光を喰らうものの、これがラスボス戦になります。これはまあ、移動する床の中で当たり判定が胴体にしかないので、うまく。上に行きながら戦っていく必要があるんですけども、はい、まあ、このダガーの連打でハルバードのダメージを連打してるので、問題はない。ね、強いですね。はい。アップルサイダーのスタミナをクソッと上げて、もうひたすら突くだけですね。うん。これは、弓に今、ハルバードのダメージを乗せましたね。おー。今、多分軽くスワップしたからと思います。
OK ですね。出来たです。はい。これで GG かな ?GG ですね。はい、タイマーストップです。タイマーになりました。GG です。グッドゲームでした。グッドゲームでした。ここが、まあ、基本的に分岐があるところで、実はシスターパーセントっていうトゥルーエンド、妹を助けることができるんですけど、そこは少し、アイテム収集とか分岐が複雑になっていて、なるほど。ここからプラス30分で40分ぐらいはどうしてもかかってしまう。ああ、まあ、それでもかなり早い。早いですね。ね、すごいですね。はい。使われるルートがあるっていうのがいいですね。そうですね。バッドエンドだけではない。うん。はい。全編日本語化されてますので。Have you checked out speedrunstore.com yet? 100% はい。ご利用いただいて。こちら、Steam で買える、はい、ゲームですね。Steam と Switch 版が販売されています。Switch 版もあります。はい。はい、ぜひとも、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。何か告知や宣伝等ありますか？伊達さんからは。そうですね。一応告知、私実は普段、ゆっくり実況ですとか、あとノートの方で、ゲームの批評とかを書いております。伊達という名前で活動しておりますので、ぜひご興味があれば、お越しいただきますとという、すごく自己の宣伝になってしまいました。ありがとうございます。はい。ちょっと今、急いで貼れるかな。ちょっと待ってくださいね。ノートの方が、こちらで、はい。そうですね。ぜひとも、YouTube がこちらで。日本化されていることで、このビジルザ・ロンゲストナイト、武器のそれぞれのフレーバーテキストもかなり読み応えがあるものになっておりますので、ぜひそこら辺はプレイして体感していただければなと思います。はい。ぜひとも、手に取って遊びに行っていただければと思います。ありがとうございました。とても助かりました。こちらこそ、ありがとうございました。では、失礼いたします。はい、失礼いたします。私も、はい、失礼いたします。私も次のゲームの用意してまいります。一度、失礼いたします。お待ちください。